みなさんこんにちは、ゆめりゅうチャンネル第30回の放送です。イエーイ、ありがとうございます。30回、すごいね。すごいですね。あっという間じゃない。でもね、あっという間、着々とね、いつも見ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。初めて見てくださった方もいるかもしれませんので、はい、このゆめりゅうチャンネルは慎吾さんの著書で夢を叶える竜、この本をきっかけに始まった番組でございます。そうですね、はいはい、皆さんからの質問ですとか、おすすめの本なんかも紹介していく番組ですので、はい、ぜひお付き合いください。よろしくお願いします。お願いします、はい、さあ今日も皆さんからメッセージ届いてますので、はい、早速ご紹介しましょう。はい、お願いします。今日はほっぺさんです。ほっとさん、ほっぺ、ほっぺさん、ほっぺさん、はいはい、ほっぺさん、こんにちは。はい、ほっぺさん、先日のオンラインセミナー受講しました。ありがとうございます。とても良かったです。ありがとうございます。が、はい、瞑想中に邪魔が入ったりして中断してしまうのですが、リュウさんたちに失礼と思われて嫌われないか心配です。面白いですね、はいはい、また体の巡りが良くなるのか、うん、おならが出てしまいます。はい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 、これもリュウさんたちに失礼に思われるのではないか心配しております。なるほど。このようなことがあった場合どう対処すればいいのか教えてください。ヒーリングの途中だったら最初からやり直した方がいいですか、うん、続きからやってもいいですか。はいはい、です。すごい優しい人だね。あ、そうですね。確かに。途中で中断しちゃってリュウさんに嫌われないかなって心配したり、おならが出ちゃったからリュウさんに嫌われないかなって失礼じゃないかなって思う。なんて心の優しい人なんでしょうか。本当ですね。はい。二つ質問をもらいましたね。はい、まず瞑想中に中断しちゃったら、はい、その見えない存在竜とか神様に失礼なんじゃないかなっていうふうに、思う。まあ気持ちはわかるんですけれども、はい、まあそんなことはまずありません。ない。ないですね。はい。だって結局人間だから生きてれば何かの中断入ったりとか邪魔が入ったりしてもう一回やり直せばいいだけだって、それにわざわざ怒るほど神様たちは器は狭くないんですね。そうですよね、うん、お止まったな、うん、またやったら映画だなぐらいに思ってますので、全然気にすることはありません。はい、また途中からやり直せば、はい、そうですね、はい、まあ、最初から始めなくてもいいです。ただ、うん、要は僕だって瞑想してる時にいろいろ考え事が浮かんでくることはあるんです、うんうん、で考え事が浮かんできたらまた考え事をしないでそっちのエネルギーの方にまた戻る、うん、考え事がで、要は思考とそのエネルギー、まあ、ハートのエネルギーと思考のエネルギーとっていうのを行ったり来たりすることっていうのはまあもちろんあるわけです、うんうん、だから全然問題ないです。初めからやり直さなくても大丈夫です、うん、なるほど、はい、じゃあ自分できてないなって思考を自分を責めたりしなくてもいい、はい、ですね、はいはい、そしてもう一つね、うん、おならが出るっていうのがあったでしょ、はい、で、まあ、YouTube 番組だからどうしようかなと思ったんだけど、うん、でもこれすげえ大事なんですよ。え、大事なんですか。だからわざわざあえて質問に選んだんですけれども、うん、はい、そう、ね、エネルギーが動く、うん、つまりこの瞑想って言ってるのはオンラインセミナーで、僕がねオンラインセミナーでやった時にクリスタルボールで瞑想をしたんです。で、画面の向こう側の人にもエネルギーが届くように、エネルギーが動くようにって意図してやってるんです、はい、なので、受けてる人っていうのはエネルギーが動いてるんですね、その体内のエネルギーが、うんうん、で内臓が動いたりとか、そういう自分がいつもは意識しない部分が動くんです、うんうん、ということは、はい、腸の動きが良くなったりとか、胃の動きが良くなったりとか、はい、するんです。そうなんですか。そうなんですよ。だからそういうエネルギー、もしくはその神社とかもそうなんですけれども、はい、見えない存在がいるような場所、高いエネルギーの場所、エネルギーが動く場所っていうのは、はい、その体から何か排泄をしたいと思う、そういう体の反応が起こるんです。そうなんです、ね、そうなんです、そうなんです。だからあるスピリチュアルのね、マスターの人が言ってたんですけれども、ちょっとエネルギー的に、神聖なところに行くと咳が出るっていうんですね。ああ、なるほど。そうそうそう、咳なんかってそう、はい、排出、そう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 、浄化するって。なるほど。そうそう、いいところに行くと、うん、自分の例えばその人もスピリチュアルな人もマスターも、まあ、いろんなもの食べますから、はい、その中のこう食べ物とか、うん、もしくは例えば寝不足だったりとか、うん、いろんな疲れとか、はい、そういうもしくは他の人からのエネルギー、負のエネルギーをもらったりとか、うん、まあ、多少あるんでしょうね、はい、そういうのを、まあ、浄化するためにそういう聖地に行く、聖地に行くと咳が出たりとか、はい、あとねゲップが出るって人もいますよね。 おならが出るって人も面白いです、僕ねよく咳出ますよ。神社とか行くと、そう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 、咳が出る、そう、本当にすごいとこ行くと本当に咳が止まらなかったりする。どんだけ邪気があるんだって溜め込んでますね。でもね、誰でもね、なるんですよ。あ、そう
うなんだ。そうそう、だからそれで、私は邪気があるんだな、私はおならが出るからとかゲップが出るからダメなんだなって責めるんじゃなくて、はい、ちゃんとそういう存在とつながってるんだな、反応してるんだなって思ってほしいんです、うん、なるほど。そうなんです、そうなんです。だから今日ご質問していただいた、はい、ほっぺさんね、うん、ほっぺさんはちゃんとエネルギーワークができてるんだと思ってください。そう、ちゃんと体が反応しているんです、うん、そうだから、そう敏感な方ですよね、感覚が立ってる方だと思いますよ。そうですね、うん、だから失礼と思わなくてもいいわけですね。そう、全然失礼じゃない、うん、むしろなんかようやっとるなって感じで言うからすると、そうそう、ちゃんとエネルギー受け取ってるなっていう、うんうんうん、そういう感じなので、そうそうそう、全然失礼じゃない、自己卑下することなく、そう、自分はできてるんだと思ってください、うん、じゃあ続きからやってもいいわけですね。全然大丈夫、全然大丈夫です。そうですか、はい、すごい、そういう効果がねヒーリングには。そうなんです、そうなんです。僕もね、知らなかったですよ、この業界というかこういうことを発信する前はね、うん、でもあまりにも多くの人がそうなるもんだから、はい、そうなんですね、僕にとっては結構当たり前っていうか、そういうもんだな。でもまあ知らない人も多いだろうから、うん、この人もね、はい、この方もほっぺさんも悩まれると思うんですけど、はい、そんなことはありません。はい、どんどん出していってください。どんどん出してください、はい、ぜひやってみてください。はい、ありがとうございました、はい。さあ、そして続いては、はい、おすすめの本を紹介するコーナーです、はい、今日はこちら、じゃん、はい、かわいいですね、うん、幸せを呼ぶユニコーンの見つけ方、はい、今日もね、ジュールズ・テイラーさん、すごいスピリチュアルな本を持ってきました、すごい綺麗です、はい、この本ね、すごく綺麗なんです、ユニコーン絵がね、とっても可愛くて、で、ちょっとよろしいですか、はいはい、もうね、西洋 の、 あのおしゃれな絵本を読んでいるかのように、ね、こういうねユニコーンとか、そういうカラフルな絵がたくさん描いてあって、まあ、読んでるだけで楽しい、本なんですけれども、何の本かというと、はい、ユニコーンに会うための本なんですよ。ユニコーンに会う、そう、会えるんですか。会えるんです、会えるんです、この本を読むとね、でユニコーンっていうのはどういう存在で、どういうところに行ったらユニコーンに会えて、はい、どんな心持ちでいる時にユニコーンがそばにいるかっていうことを、うん、まあ、教えてくれる。まあ、僕がやってる、僕が竜でやっていることを、まあ、ユニコーンで教えているような感じの本なので、うん、読むだけでね、本当にね、心が洗われるような、うん、そしてユニコーンがそばに来てくれるような、そんな感じさえする、とってもハートフルな本になってますね。なるほど、はい、ですね、なんか女性好きそうですよね、こういう、いや、もうね、すごくいいと思います。おとぎ話みたいな感じ、うん、スピリチュアルが好きな人、竜が好きな人、うん、それから法王とか天使とか、そういうのが好きな人、うん、ぜひこの本、読んでほしいなっていうふうに思います。あの馬の精霊というか、僕はね、幼い頃から、ね、ペガサスが大好きだったんですよね。ペガサスもかっこいいですよね。そう、ペガサスにね、会えるんじゃないかなとずっと思ってたんです、うん、だから前、結構ね、空を見上げるようなこと、ペガサス飛んでないかなみたいなね、そういうことがあったんですけれども、はい、そういう体験がある人って結構この番組見てる人って多いと思うんですけれども、小さい頃にね、なんとなく精霊さんとかを見たくて、ちょっと空を見上げたりとか、うん、森の中を見たりしたことがあるという方、ぜひ読んでみてください。はい、幸せを呼ぶユニコーンの見つけ方、はい、こちらの本、今回も1名様にプレゼントです。プレゼントです。ぜひ読んでみてください。はい、ご応募方法は概要欄のところに応募フォームありますので、はい、そちらからお寄せください。はい、はい、お願いします。お待ちしております。お待ちしてます。はい、ありがとうございます。はい、さあ、そして、はい、今回も終わりの時間近づいてます。告知の時間です。はい、そうですね、あの今日ね、あの見ていただいたほっぺさんが見ていただいた、うん、はい、あのオンラインセミナーで、はい、3週間に1回ぐらい、やってます。で、毎回テーマを変えて、やってるんですけれども、はい、結構ね、あの皆さんのリクエストに応える形でお話しするっていうことをやってるんですね。なるほど、うん、当日というか、セミナーに受けてくれた人はこんなこと聞きたい、あんなこと聞きたいっていうふうに思ってくれてること、まあ、一人一人回答するのはすごく時間がかかるので、それをまあ全体的なテーマとして、はい、僕がどう感じるのか、そしてその問題に対してどう解決したらいいのか、どういうふうに考えたら人生が楽になるのかっていうのをお伝えしてますから、うん、ぜひ、受けてみてください。はい、こちらは、情報は慎吾さんのブログ、ねうん、そうですね、ブログで、はいはい、紹介しているということですので、ぜひそちらもフォローしてください。はい、よろしくお願いします。はい、さあ、今日は記念すべき30回目の放送でしたが、はいはい、皆さんまだ登録していないという方は、はい、この機会に登録といいねボタンも押してそうですね、チャンネル登録お願いしますお願いします。ということで、また来週水曜日の配信です、はい、ご覧ください。バイバイ、ありがとうございます。